隠れてみなさん。ひゃっ、丸見えだわ。カップルになあんたの出番よ。はっ、ちょっ、ゴブリンの奴ら迎え撃て。タッ、あいつら苦戦しているな。逃げてみなさい。手伝おう。ご助力感謝いたします。騎士団の方々ですか。お力添えいただきありがとうございます。いや、間に合ってよかった。ところで副官を知らないか。レオナ副官のことですね。副官ならゴブリンの村の奥へ向かわれました。何度も呼び止めたのですが、何かを追いかけるように。一人でか。そうです、我々も後を追おうとしたらゴブリンたちの邪魔が。ズーズーしいのは承知でお願いします。副官を助けていただけませんか。副官は我々なんかよりもお強いです。ただ一人で行かれたのがどうしても気がかりで。ああ、俺たちに任せてくれ。こちら側に人が現れないか監視してくれると助かる。レオナ副官は無事なのだろうか。ねえねえ、これが罠だったらどうしよう。罠だったとしても放っておけないよ。そうよ、みんな自分の身は自分で守りなさい。誰かが倒れています。ゴブリンを倒して助けよう。丸見えだわ。逃げてみなさい。大丈夫か。気がつきましたか。 あなたたちは王国軍騎士団です。俺の声が聞こえますか。騎士団、ありがとう。また気を失ったようです。傷が深そうだ。安全なところへ運ぼう。目が覚めるまで周りを片付けておこう。ゴブリンを倒さないと出られなさそうだ。副官さん、もう少しです。私は大丈夫です。隠れてみなさい。グズグズするのが嫌い、なかなかいいじゃない。役に立ちたい。俺に任せて。最高の組み合わせだ。気がつきましたか。騎士団でしたね。指揮官から話は聞いています。このような負荷でゴブリンの仕業ではなさそうですね。カルシオン、奴の罠にまんまた。私はおびき寄せられ、奴から一撃を。まだ無理なさらない方が。大丈夫です。あのグランナイツがどうして。私の憧れだったのに。どちらへ向かったか覚えていらっしゃいますか。地下の地下霊廟の方です。聞きたいことたくさんあったのに、このまま逃すわけには。傷口に触ってしまいます。どうか安静に。こんな姿お姉ちゃんに指揮官にお見せできない。早く安全なところへ連れて行こう。そういえばお姉ちゃんってのはもしかして指揮官のことか。はい、フィオナ指揮官です。私の長官である。
そういえば似ているわね。大丈夫ですか？大した傷ではない。副官を助けてくださりありがとうございます。私ともあろう者が油断してしまうとはな。お前たちの前でこんな姿を見せてしまうなど面目が立たん。皆さん、私に構わず早く奴を追ってください。急げばまだ間に合うはずです。わかりました。副官はここで安静になさっていてください。部下の前だと威厳ある上官なのね。弱い姿を見せたくないようでした。私たちの騎士団にもいるわね、そういうやつ。いるいる。お前ら、なんで俺を見るんだよ。自覚してるんじゃなかった？本当に助かったよ。私ももう少しで亡者の仲間入りをするところだった。これはどうなっているの？私にもよくわからないが、亡骸が急に動き出したんだ。中には昨日埋葬したものまで。ここは英雄と称えられた者たちが眠る場所。そんな人たちが骨だけの姿で蘇るなんて、管理人の私としてはとても複雑な気持ちだ。弔いに来たのなら今日はもう帰った方がいいぞ。俺たちは人を追ってここに来た。いくつか質問をしても。すまないが、彼らを再び安らかに眠らせてやってくれないか。その後でよければ誠心誠意答えよう。そうだな。エスプロジェンの英雄たちをこのままにできない。ここで待っててくれ。逃げてみなさい。ふっ、丸見えだわ。ひゃっ。無茶な頼み事を聞いてくれて助かった。で、質問は何だ？ここを通ったか、訪れた人はいなかったか？弔いに来る人はたまに。ああ、そういえばさっきとても珍しいお方、なんとグランナイツがいらっしゃったんだ。グランナイツのノヒルリア様がここで眠られて初めてだ。ひょっとしてそのグランナイツってカルシオンのこと？ああ、そうだ、カルシオン様だ。あの方を追っているのか？いや、追っているというより尊敬していてね。ぜひ会ってみたいんだ。そうか。霊廟まで出向くとはな。まあ、カルシオン様は入られたばかりだ。今追えば会えると思う。だが、気をつけてくれよ。中でも英雄が蘇っているかもしれない。もし見つけたら安らかに眠らせてくれると助かる。
この近くのはずだが、面倒なことになったな。久しぶりだな。なあ、ブローチのオーラでこの辺りが満たされてるよ。正確な位置を探すにはちょっと時間がかかりそう。では待っている間、彼らに永遠の安寧を。英雄たちを誰かが蘇らせているんだとしたら、なぜこんなこと。逃げてみます。簡単すぎるわ。隠れてみなさい。ラス、こんなことを聞いてもいいかわからないですけれど、どうしてここに？そうそう、日当たりのいい公園とかじゃダメなの？ここは暗すぎるよ。俺も昔カルリッツに聞いてみたことがあるよ。英雄たちをそんな暗いところで眠らせるべきなのかって。そうしたらカルリッツは、平和な時代に英雄はいない、英雄は争いや苦難の中から生まれる存在、お前の大好きなグランロード、レオンもそうだ、黒き竜の戦争を経て英雄となったと言ったんだ。英雄という名の光の裏には争いという名の影があるってことよ。光と影は表裏一体だもの。この地には争いの痛みを忘れてはならないという意図が伺える。だから光も影もあるこの霊廟を作ったと。そういうことだったんですね。皆さんお詳しいですね。騎士団試験に出たんだよ。話終わった？ロム、もしかして聞いてなかった？ううん、聞いてたよ。もう終わったのかな、なんて。そうそう、行こうよ。あ、おじいちゃんだ。あのおじいちゃんにも聞こうよ。大変じゃ。聖水を、聖水をまかなければ。すいません。近くをグランナイツが通りませんでしたか？グランナイツ？誰だそりゃ。紫色の長い髪の毛の男の人。ん？男で長い髪だと？まったく最近の若いもんは。なんかムカつくな。ん？待てよ、見たような気もするんだが。どちらに向かったか覚えていますか？まだ今日の仕事が終わっていなくてな。手伝ってくれれば奴の場所を教えてやろうか。どうだ、その仕事ってなんだよ。祝福が宿る聖水を墓に巻き、祈りを捧げる一連の仕事だ。だがその仕事の最中、英雄様が目覚めてしまったのだ。で、まだその聖水をまけてねえってことだな。ああ、そうだ。この聖水をまき、英雄様のために祈りを捧げてくれ。墓が並ぶ方を重点的に頼む。死した英雄たちに祝福がもたらされますよ。もう一度安らかな眠り。隠れてみなさい。
逃げてみなさい。逃げてみなさい。祈りを捧げよう。案内はできそう。もちろんだよ。ついてきて。この近くだよ。こんな姿になっちまってなあ。ノヒルリア、カジオ、ちょうどいい、ひよっこども。あいつは正真正銘の英雄だ。沈めてみろよ。ナイツのノヒルギア、歴史の本で見たことある。炎の力、くらえ。うるせえ、攻撃が通らない。こういうの私と兵士たちは言ってください。ここは俺が女神とエスプロジェンに栄光あれ。あなたの犠牲無駄ではありませんでした。それはよかった。黒木竜は倒されました。少しは役に立ちましたか。もちろんだよ。これからもよろしく。セリアド、今のは。突然ノヒルリアの記憶が流れ込んできました。戦いの記憶、そしてノヒルリアの感情。仲間たちより先に散った自分への怒り、悲しみ、その全てが。セリアド、でもセリアードがそれを知って慰めたから、ノヒルリアの魂は安らぎを得たと思うよ。そうだといいな。へえ、不思議な能力ね。グランウェポンの能力でもなさそうだし、
キュイ、あんな魔法知ってる？ああ、あんなの初めてだよ。ねね、セリアード、うちにも教えて。教えてあげたいのだけれど、これは魔法じゃないのかも。ただ自然に何かが流れ込む感覚で。残念。うちにもその能力があればな。いろんな人のへそくりのありか全部わかっちゃうのに。わかったらキュイに教えるよ。分け前は半分でどうかな。半分？ちょっと待ってね。あんたたちね。またもカルシウムを逃がしてしまったな。おい、ちょっと待ってくれ。お、さっきのじいちゃんか。あんたたちのおかげで仕事が全部終わってな。お礼をしに来たぞ。お礼？何かな何かな。お金だといいな。長い髪の男を探しているそうだな。さっきここを通って外に出て行ったのを見た。クソ、もう外に逃げたのか。情報感謝します。こちらこそ助かった。女神の祝福があらんことを。あの英雄たちはブローチの力で蘇らされたの。ノヒルリアもまたその影響で起きてしまったのかな。そもそもノヒルリア様の蘇生が主目的とも考えられるかもね。ああ、皆さん。服か。もう動いて大丈夫なんですか？はい、皆さんのおかげです。助けていただいた分精一杯手伝わせていただきます。副官に手伝ってもらえるなんて心強いです。なあ、カルシウムを見てないか。今さっき地下霊廟から出たらしいんだが。実は対面しました。私を見て生きてたか、しぶとくて何よりだと軽口まで叩いて。あいつどこに向かったんですか？すぐに追わないと。オーク遺跡で待つとも言っていました。おそらく後を追ってくる皆様に向けてのものでしょう。堂々とおびき寄せやがって。招待されたからには行くしかないわね。罠だったとしてもうちのリーダーは諦めないだろうし。しかしオーク遺跡も教団の管轄です。簡単に通してくれるのでしょうか？私たち離着陸場で捜索許可証をもらっていたわね。使わない手はないと思わない？あ、そうだな。その手で行こう。皆さんは本当にお姉ちゃん。いえ、指揮官が言っていた通り。私が遺跡までご案内します。誰か助けてくれ。逃げてるんです。教団兵が雲の巣に。雲、最悪だ。簡単すぎるわ。教団兵ですが、助けるおつもりですか？はい、困ってる人は見過ごせませんから。さすがですね。聞いていた通り正義感にあふれる方々です。こちらの安全な場所へ連れて行きましょう。ちょうど良さそうなところにある。おい、大丈夫か？すまない、助か。お前ら王国軍か？こんなところになぜ王国軍がいる？何の用だというのだ？この遺跡に用がある。王国軍は遺跡への立ち入り許可を要請する。遺跡への立ち入りだと？オークだらけの捨てられた遺跡だぞ。そんなところに何の用だ？エスプロジェン法令第3条6項、王国軍は教団へ任務の目的を明かす義務は。待ってくれ。私は末端の教団兵だ。
そんなことを言われてもそもそも権限がない。許可ならあちらのキャンプにいらっしゃる司祭にとってくれ。俺にできることはここまでだ。あの教団兵、態度だけは大物ね。あんな法令があったなんて俺は全く知りませんでした。そんな法令ありませんよ。とっさに法令を作ったんですか？あなたがここを指揮する司祭ですか？なんだお前ら、教団兵じゃない者がなぜここにいる？勝手に入るな、出て行け。俺たちは王国軍騎士団です。どうか遺跡への立ち入り許可をいただけませんか？王国軍だと？不可侵をこうもやすやすと破るのが王国か。舐められたものだな。舐めてなどいない。重要任務だ。教団側の捜索許可証もある。貴殿の不遜な態度は許可をもらえれば不問にしよう。本当にベイル様の署名があるのか？しかしここの指揮権はこの俺にある。そうですか。しかしだ、遺跡を徘徊しているオークが見えるか？最近凶暴になってな。あれを全部片付けたらここで何しても見逃してもいいかもな。まあ俺たちが手を焼くほどだ。お前らにできるとは思えんがな。わかりました。今の言葉絶対守っていただきますので。あいつ舐めやがって。ふーんだ、うちらの力見せてやるもんね。ここはどうしてこんなに多くが多いのでしょう？多くのリーダーウガルンが封印されているからだそうだ。リーダーを守るために集まってるのかな。はっ、丸見えだわ。行くわよ。ごめん、待たせたのね。皆さん、話したいことがあります。静かな場所へ移動しましょう。皆さんの実力を疑っているわけではありません。しかしこの多くの数、一晩かけても殲滅は難しいでしょう。何かいい方法はあるのでしょうか？指揮官に支援を要請するのはどうでしょう。皆さんは多くを倒しながらカルシオンの痕跡を探すと。あとは指揮官から聞いたと思います。できるだけ正面衝突は避けていただいて。いえ、ここまで追ってきた以上絶対に引き下がれません。ああ、また逃げられるような真似はしたくねえ。今のは指揮官の意見で、実は私も皆さんと同意見です。皆さんも応援しています。はい、ありがとうございます。セリアード、大丈夫か？ええ。セリアード、顔色が悪いけど、本当に大丈夫？実は、幻を。幻？うん。恐ろしくて巨大なオークが暴れて、私の足元には、たくさんの兵士の遺体が。なんともおぞましい幻だな。無理しない方がいい。ここで少し休んでいこう。うん、休んでいられないよ。もう迷惑はかけたくない。みんなが私のブローチを取り戻すために頑張ってくれているもの。私は記憶を覚えてなくて今もわからないけれど、みんなへの感謝や敬意は絶対に忘れないよ。フィリアードの言う通り、私ももっと頑張っちゃうもん。ふっ、悪かねえな。うーん、実際この近くだよ。オークを倒しながら調べよう。あいつどこに隠れて。教団兵が。やつも負傷しているようだ。大丈夫か？
ありがとうございます。噂通り王国の騎士団は人を見捨てないのですね。オークどもにやられたのか。はい、お恥ずかしながら僕とてオーク程度は倒せていたのですが、ある日を境に凶暴に。俺たちに言い訳されてもな。近くで長い髪の男を見なかったか。長い髪の男？さあ、僕は司祭の命令でアロマを焚きに来ただけで。アロマ？なんでそんなものを？わかりません。僕は何も。ただ命令を遂行していただけで。へえ。で、そのアロマはどこにあるの？遺跡の各所です。ですが、正確にどこに何箇所あるかは。ひょっとしてなんだけど、そのアロマが原因でオークが凶暴になったんじゃない？そんなことは。でも否定はできません。オークの凶暴化とアロマね。無関係ではなさそうだが、とりあえずアロマは全部消しておくわ。でも司祭が知ったら。あんたね、この状況下でまだそんなこと言うの？すみません。しかし今回はカルシオンの痕跡が見つからないな。あの野郎、チョコマカと逃げやがって。あいつを倒したらアロマを少し持ち帰りましょうか。ひゃっ、丸見えだわ。ひゃっ、絶好調よ。おいおい、ここの指揮権は俺だって言っているだろう。あの許可証があっても認めんぞ。オークを全部倒したらあなたはどうするって言った？教団は約束を守らぬ人間ばかりだというのか？俺は何をしても見逃してもいいかもなと言ったんだ。許可を出した覚えもこれから出す予定もないぞ。あなた、元から約束を守る気なんて。レオナ、そこまでだ。教団と戦いに来たわけではない。我々の目的はオーク討伐支援だろう。とにかくここは王国軍がいるべきではない。俺が上に報告する前にさっさと出ていくんだ。指揮官。ああ、君たちか。成り行きはレオナから聞いた。今回も教団の許可が下りなかったか。俺たちのせいでご迷惑をおかけしました。何か手伝えることはありませんか？いや、気にすることはないだろう。王国と教団については今に始まったことではない。それよりカルシオン追跡の件はどうだ？それが遺跡内を半分以上調べたのですが、手がかりは見つかっていません。ただ気になるものがありまして。これを。これは？教団が遺跡のあちこちに焚いていたアロマです。念のため少し持ってきました。これはなんだか懐かしい香り。どこかで嗅いだことがあるような気がするな。ある教団兵によると、このアロマが多く凶暴化の原因かもしれないということです。うん、アロマについては私に調べさせてくれないか？ええ、もちろんです。だいぶ時間を奪ってしまったようだ。ここは私たちに任せ、君たちはカルシオン追跡を続けてくれ。でも俺たちのせいで指揮官たちは。いや、竜の丘ではあまり手伝えなかったからな。少しでも役に立ちたい。ありがとうございます。
今度こそあいつを逃がしません。ああ、これ以上戦うなと言ってもどうせ効かないだろう。しかし今後も必ず生きて再会するように。せめてオーク討伐の手伝いくらいはさせてもらうか。ああ、そもそもあいつら邪魔だしな。